was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. あ、下地ね。ほ。その最初に塗る絵の具ってことかな。帰りたい。暗い、すごい。もうこれ取ってからはもう怖いことなしだよね。そういう約束してたよね、お兄さんと。そうでしょ？階段登るのは遅いでーす。そこ開けたらキャンバスのところだよね。あ、よしよしよし、帰ってきた帰ってきた。はあ、あー、ただいま。お、絵が増えていく。もし失敗したら、じゃあこれ塗ろっかな。はい、どんどん絵が。これ何をかい、あ、でも人の顔か。やっぱり肖像画なのかな。あ、ここは開いてる。骨から肉をこそぎ落とさなければならなかった。最初はやり方に苦心したが、やがて手のこで切り落とした。下地か。次やっぱ道具いるんじゃない？筆違うかな。一応開けてみるけど、なんか中身が更新されてるってことはあんまりないかな。よっ、よいしょ。あ、そうだそうだ、これがまた書き加えられてるかな。あ、加えられてる。奇怪な誤解、あなたはずっとそう。あ、椅子が戻ってきてる。そうかそうか。よっ、あ、あれ開かないぞ。開いた。ちょっとどうだ、取れ高は足りてないな。誰って感じですけど、もう2時間をプレイしてる気がするけれど、たった40分しか。彼女は無視しろ。いいの？無視して。よかったよかった、無視していいんだったら大丈夫じゃん。いよいよそういう人型の何かが出てきてるな。ものすごいところから出てきたんだな。とりあえずちょっとこっちへ行ってみるか。よし、何もなかった。なんだ、あ、お父さんとお母さんがうまくいかなかったみたいな、娘の絵なのかなこれ。この部屋よく出てくるな。このパターン、なんだ、好きなのかな。でもいつか裏切られるからね、本当にこっぴどく裏切られるよ。信じてたのにって言わなきゃいけない羽目になるからね。おい、何だよ、一気に閉まる方式。奥、扉なくなってる、扉なくなってる。うわわわわ、全部なくなっちゃった。う、何してんだ、何か殺そうとしている。新しい扉。うわー、ちょっとちょっとちょっと、火事だ。おお、すごい、プロジェクションマッピング。あ、なんかある。 No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail?We start over. You're better than this. Now sit down and this time, let's make it perfect. なるほど、娘に絵を教えてたんだな。こういう風に馬を描きなさいって、こう下書きみたいじゃないけど、軽い下書きみたいなのを描いてあげて、どうしてピンク色なんだって。
子供の感受性を否定するかのようなお言葉でございますけれども、もう無邪気とか思えないよな。逆だよね、邪気しか感じない。あの馬から、あれ首動いてない、合わせて。いや考えすぎか、動いてない動いてない。おお、これちょっと今回は娘との話なのかな。娘が好きだったクマのぬいぐるみか、それは調べられる。このワシャワシャ言ってるやつはイベントみたいな。Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! 本当に自分勝手な画家だな。まあ、なんて言ったらいいんですかね。だからこそアーティストとして成功できたのかもしれないけれど、難しいところですよね。よっ、ほう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 。彼女は無視しろって言ったけど、あの彼女ってあの1回だけ出演は、2、3回してきちゃう。ネズミはよく出てくるな。何をイメージしてどんな意味合いでネズミを出してるのかって考えるのもなんかちょっと楽しそうではあるけど。電気つけていいよ。お、なんかある。結婚ガイド、結婚と子供たち、結婚生活の手引き、緊急時の心得、子育てに役立つ魔法。なるほど、健康的な暮らしづくりのヒントが満載です。赤ちゃんのために幸せで、意欲が湧くテープ、あなたを十分に強くする。1巻2巻が無料でついてきます。なるほど、ひよこクラブみたいなもんかな。多分そうだろう。あ、絵だ。あ、妊娠してる奥さんを描いたのかな。あー、マジそういうパターンか。あー、やられた、やられるぞこれ。うわー、意味深な、その棒。あのリアクションで「うん」ってなんだろうね。もうよくわかんねえよっていう話ですけど。電気、うおー、どういう仕組み。チューってあのキスのチューかな。なるほど。お、なんだ、リボンがかけてある。何？お、誰かガタガタしてた。お、一気に印象派になった、写実派が。なんかキョロキョロするたびにいろんなものが変わるってのは結構ユニークなシステムなんだろうな。Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. なるほど。気の早い子供の靴ね。でもどうなんだろうな。初めての子供だったらそんな風にテンション上がるんだろうな、きっと。そんな予定一切ない僕ですけども。怖い上に寂しくなっちゃったよっていうね。なんだってそんな思いしなきゃいけないんだ、ゲームしてて。わかんなくなってきちゃったよ。よっと、開ける、あ、開けて開けて、開けなきゃこのゲーム終わんないから、マジでマジで。よし、ここは開けられないよ。ああ、子供の落書きが多いな。え、なに？
げえ、なんかいる。うわ、なに、あ、頭むしってる。シラミネズミども、かじられたハゲた跡、これは私の毛じゃない、ハサミはどこだ。もう化粧台ってそんなユニークなギミックついてた？誤った方法でこの引き出し開けると鏡割れますみたいな、どんなセキュリティシステムだよ。もうわけがわかんねえ。あ、どっかに行かなきゃいけないって。あの子の部屋からほとんどお人形を運び出さなきゃならなかった。どうかしてたわ。どんな罪悪感であろうと罪の意識を感じるたびに、あの子にプレゼントを与えるなんて。あの子に必要なのは無駄な気晴らしなんかじゃない、父親よ。なるほど。まあ奥さんともそんな感じだったら娘ともうまくいくわけないよなって話はあるけど。よし、お、なんだ、ドキドキしてる。彼女は無視していいんだよね。オッケー、こっちから行くか。じゃあ、う、なんだ、鼓動がシンクロする。ん、やるってことこのゲーム。違うよね、なんか変なことなってる。すっげえドキドキしてる。なんだ、足りてないからゲームが始められないってこと。もう一個見つけなきゃいけない。あった、あったけど、ちょっとだけ待ってね。心の準備ってもんがあるから、ワンクッション入れるよ。しょ、結構。あ、それとこれか。どうなった、これ調べていいのか。 You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. What? What's so funny? いや、泣いてんじゃん、女の人後ろで。何がそんなにおかしいって、切れちゃったの。いや、慰めたいところだけど、無視していいって言ってたから。暗っ。くれ。う、首が飛んで矢印出してる。いや、才能あると思うよ、十分。うん、発想が奇抜、本当に。聞こえるかい？愛しい君。愛しい君、聞こえるかいか。なんか、ミスチルの歌詞でありそうな。よっ。エメラルドの小川のほとり、ブルーベリーの茂みの近くに。なんか、イタリア料理の名前みたい。よし。あの暗い方行かなかったけど、よかったかな。なんか誰かが陰口を叩いている。なるほどね。というところで終わって大丈夫かな。大丈夫そうですかね。ほんとだ。うーった、何今の顔。陰口叩いてる顔してる。え、全然変わってった。終わっときゃよかったよ。これ開けたら終わるから、これ開けたら終わるね。これ開けて入ったら終わります。はい、ということでレイヤーズオブフィア実況、今回も見てくれて
ありがとうございます。おそらくキャンバスの部屋に戻っていて、開けたらこの部屋から開始されると思われます。はい、それでは今回も動画見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。めっちゃトイレ行きたい。